クレーグの妻とは、1936年のアメリカ合衆国のドラマ映画、ロザリンド・ラッセルが傲慢な妻を演じた。ピューリッツァー賞を受賞したジョージ・ケリーの同名ブロードウェイ劇曲が原作。監督は、ドロシー・アーズナー。元俳優のウィリアム・ヘインズが美術を担当した。1928年のクレーグ・エスワイフについで2度目の映画化。1950年にも、 ジョーン・クロフォードとウェンデル・コーリーで、ハリエット・クレイグのタイトルで映画化されている。日本では1936年12月8日に、日比谷映画劇場で封切られた。当時の新聞広告のジャックは次の通り。女性の独立に目覚めたと自ら意識する、クレイグの妻の悲劇と、罪は何か。全女性と家庭を貫く永遠の問題を取り扱い、ヘル。 米劇団のプリッツァ賞のジョージ・ケリーの原作映画化。ハリエット・クレイグの生きがいは家をきれいに保つことだった。しかしそれは旅を過ぎたもので、やがて訪ねてくる友人もいなくなった。今また、子供を招き入れた夫のおばに激怒し、知り合いの労働者を台所に入れた女中を首にした。ハリエットの周りから一人また一人去っていき、ついには夫まで家を出ていく。ハリエットは、 一人きりになるが、それでも家をきれいにせずにはいられなかった。ありがとうございます。